この大阪市中央公会堂を語る上で外すことができない人が岩本栄之助でございます。実は彼が大阪市に寄付した100万円をもとにこの建築プロジェクトはスタートしたのです。明治10年に両替商の家に生まれた岩本栄之助は株の仲買人として若くして莫大な富を築き、先に東洋のウォールストリートと例えてご紹介いたしました金融の中枢北浜を代表する経済人でありました。そんな彼が明治42年にアメリカ社会を視察した際に感銘を受けたのは、近代的な工業設備でもなく広い国土と自然風景でもなく、富を得たお金持ちたちが公共事業や福祉慈善活動に資材を投じる姿でした。そこで日本へ帰った後、ただいまなら数十億円に相当する100万円というお金の寄付を大阪市に申し出て、何を作ろうかと方々に相談したのです。その時に彼の母親が言うた言葉、どなた様にも機嫌よう使うてもらえるものがよろしいやないか。これを受けて公会堂建設を決めたそうです。この時岩本栄之助まだ34歳。大阪人ならではの心意気が異国で出会うた奉仕の精神と融合するところに生まれた美しき名建築、それが大阪市中央公会堂ということになります。余談になりますが、世界的に有名なニューヨークのカーネギーホールにその名を残すアメリカの鉄鋼王アンドリュー・カーネギーは、生涯を通じて教育や文化平和事業への資金提供を続けましたが、彼が巨万の富を得た後に、これ以上は財産を増やすことはせず、余った金は慈善活動のために使うと宣言したのも33歳の若さだったそうです。アメリカ視察の際にカーネギーホールにも立ち寄って感銘を受けたと伝えられる栄之助が目指したのは大阪のカーネギーホールだったのかもしれませんが、その後岩本栄之助は事業の失敗から公会堂の完成を見ることもなく、大正5年39歳の若さで自らその命を絶っていきました。そして同じ時代を生きたカーネギーが84年の生涯を終えたのは、それから3年後の大正8年でございました。